前回までの玉筋あらゆるところを開発するみたいなお店があるらしくて。何よそれ、なんだそれ、テクニシャンも多分みんな聞きたいと思うんだけど、ああ、まあ、結構さ女の子で、うん、まあ、好きです好きですリスナーさんとかやっぱいるじゃん、うんうん、会いませんみたいにならない、仲良くなんか怖いんだよね。ひがみはさでも何回かあるでしょ、その今のさ彼氏と。だって今の彼氏はそうだもんね。そうか、そうか、そうだよね。そうそうそうよ、うん、まあ一線越えてしまったみたいなとこあるわよね。どういうきっかけなのそれは。いや一線越えてしまったのね、あんたは。そうね、私は今の彼氏と。どういうきっかけなのそれは。いや嫌だわ、それを言いたくないわなんかありそうだね、これなんかありそうだね、ピーマルさん、これはちょっとじゃあね、これサタンサタン久しぶりに来た、出た出た出た、来ましたね、これはサタン、ね、コアクマ彼女はね、コアクマじゃないです、これはでもコアクマではなくて、これサターンサターンですね、これ小悪魔の域超えちゃってますね。超えて、悪魔も超えて。じゃあこれだけは聞かせて、どっちから、うん、どっちからそのオフ会、え、マジでオフ会をした後に、ちょっと待って、うん、なになに、オフ会をした後、待って、オフ会をした後にって感じではない、うん、まあ、うん、そうね、私から。あんた、あ、そうなんだ、すごいよね、やっぱやっぱこういう、こういう強いね、あなたね。え、こういうそうよ、なんかまあ、うん、好きだわ、ね、私は。いや、いいよね、積極的な人、うん、なんか、私はね、それ積極的じゃないから、なんか、好感持ってるわ。少なからずは騙そうとは思ってたけど、あら騙そうと、うん、騙そうだから少なく、だからなんか、ちょっと酔っ払っちゃったふりはした。あー、なるほどねあー、笑っちゃったね、どうするかな、どうする。普通にそれはもうね、彼氏に言ってるけどね。あ、いや、あの時実は、みたいな。そうなの、うん、ね、それが言えるならいいよね、うん、確かにね、うん、でもいいじゃない、もう1年よ、それで相性が良かったらもういいのよ。いや、そうそうそう、ほんとそれ結果オーライでしょ、うん、だから世の女の子はみんなそうした方がいいわよ、積極的にいかないと。5歳、5歳差か、4歳よ、なるほどあんた、そうよね、やめ、ね、やめなさいよ私嫌いじゃない、全然嫌いじゃない。でも多分女の子からしたら、うん、多分嫌なタイプよね。あー、確かにね、うん、それはね自分でも分かってるのよ、うん、知らないけど。でもそんなのね、何もできない人のザレ事でしょ、うん、でもね、でもね男はそういうのに弱いから、弱いから、結局弱いのよ男ってバカだからね、ほんと、ほんとバカ、そういうことには弱いのよ、ほんとにバカバカだよ、ほんとに関係ないのよね、男って本当バカだからでもそんなにね、何してるのかしら、これ、これはね、あの壁と話してるのよ、今。 あ、そうなの、あんたちょっと逃げないで、ちょっとちょっとこれから逃げ出すとこ、ちょっと何してんの、ちょっとここから逃げ出すとこよ、行くわよ、行くわよ、ちょっと行くわよ、撃たれてるわ、撃たれてるわよ、早くしなさいよ。なんかもっと刺激が欲しいのよね、ちゃうね。え、なんか仕事はどうなの、なんかこう出会いとかないの。あんた女の子はみんな彼氏がいるわ。あら、地元なんてそんなもんよ、南みたいな女は本当にないわ、地元は。どういうことかしら、あ、どういうことかしら、それはいい意味よ、いい意味よ、あんた。あ、いい意味よね。私もハイヒールで踏まれてみたいどう、ひまるさんはどう、そういうの。あとちょっと違うかな、ちょっと違うな、あ、ちょっとそこは賛同してくれないとちょっと困るわ。え、みなみんとか合コンとかしたことない、今まで。合コンっていう合コンはないかな。ないんだ。え、合コンっていう合コンはないかな。ちょっとゲームの世界に入るのが早すぎたかも。ああ、いつ頃なの。18? 多分もう20歳とか、ね、そう、そんなもんまでずっとやってなったり、まあ、合コンとか、うん、なんか多分行ってたかもしれない。あ、確かに。なんかゲームやり始めてから外に出なくなるし。わかる。すごいわかる。すごいこもり気味になっちゃうよね。そうね。止まんなくなっちゃう。確かにめっちゃ。怪人と化すわよね。止まんないわよね。でもどうなの、どうなの、PS4 なら並べてやってるの、あんたたちは。そうよ、すごいよ。え、どういう感じなの。え、普通にモニター2台あって隣で、うん、え、なんかそっち見てろよバカ女とかないの、あんた。言われないんだけど、うん、
なんか例えばいや特にねちょっとねムってするのはやっぱ BO3 とかあるのね。COD やってるとやっぱ、ね、COD はやばいじゃん。そう COD はねちょっと危ないかな。 COD やってるとなんで見てなかったのみたいな。いやそういう方はそんなにはされないけど、うんうん、邪魔なんだよみたいなことを言ってる相手が、うん、あそれうちだよみたいな。あそれリアル。それうちなんだけどなみたいな。それは言わないんだね。味方どけよみたいな。あそうそうそう。あそれうちだよって。そうでしたーってなるよね。でもなんか空気悪くなるじゃん。多分言ったり言ったり。あうん、そうそうそう、あ、ごめん、ごめん、ごめんって、みたいなさ、火事になっちゃうから。PS4 2台に回線遅くなりそうね。FPS プレイヤーとしては。そうね、あ、回線気になるとこよね。意識高えな。都会の方住んでるとさ、意外と街に買い物行くってより、うん、なんだかんだ田舎で一緒にパチンコ行ったりする人多いよね。多い多い。うん、それは多いかもしれない。そうなの？ちょっと飛行機乗ったけど平気かしらこれ。大丈夫よ。これ安心して。本当かしら。本当かしら。いやだ。これ。あどこあれは。あそこ？あそこ大丈夫。えどこ行くのかしら。ちょっと待ってあそこ敵がいるとこよ。あれだって敵分けよ。もうちょい戻った方がいいよ。もうちょい戻った方がいいよ。デルタに行った方がいいよ。デルタに行くわ。デルタで降りて。ちょっと待って言えない。ちょっとあんた誰あそこに木植えたの。誰があそこに来るの。ちょっとさ、最近っていうかさ、なんか昔からさ、うちめっちゃ引き笑いって言われるんだけど、うん、そう？そう、ナース、そうそうそう、めっちゃ言われんの引き笑い。え、そう。え、女の子って逆にどう笑ってんの。どういう感じで笑うの、あんた。なんか、へっへっへって。それ引き笑いね。それ引き笑いだね。そうよね。うん、それ引き笑い。なんかね、そう、ちょっとね、最近ね、直そうかなと思ってんだけど、なんか、うふふとか、あははとか言えなくて。いや、うふふは言わないんだ。引き笑いの子って多いよね。あ、多い？じゃあいいや。全然多い。じゃあいいや。うん、いいや、いいや。なんか、え、あんた、みなみんはあんた、え、朝ごはんとか作ってあげるの、うん、彼氏に。え、作らないわよ。あんた、え？え、だってなんかあんま朝ごはん食べない人だもん。そうなの。うん、なんかあんま小食ってかすごい小食なの。小食なんだ。だからうちがびっくりしちゃうの。そうなの。だいつもなんかさ、ファミレスとか例えば行くじゃん。うん、なんかうちだけなんかほらなんかハンバーググリルなんちゃかなんとかみたいな。わかる、すごいわかる。だけど、うん、あんた食べそうだもんね。なんか全然そんないっぱいってか、そういうのない。スパゲティ1個だけとか1つだけとか。あ、そんなもん、そんなもんだよ。スパゲティ1皿だけとか全然満たされないんですけど。細いもんね。そんなおやつだよ、おやつ。おやつすごいわね。でもみなみんもそうでしょ、あんたスパゲティ1つで満たされるの。いや、昔だったら満たされなかった。今だったら全然満たされる。あ、そうなんだ。うん、でも胃がちっちゃくなるとな、そうなるよな。うん、そうね。胃ちっちゃくしたの、あんた。胃ちっちゃくしたわ、あんた。あ、そうなの。え、父の方は。父の方は。父はでかいわよ。あんた、いいわ、それは。あ、ちょっといいね、おい。嘘や。あ、いいね、おい。いや、いいよ、そういう。あんたの、あの、谷間見たことあるわ、それ。やめなさいよ。あんた、見たことあるんだから。ちょっとセクハラよ、それ以上は。昔、ツイキャスで見たんだから、ね、あんた。ツイキャスで見たわ、私、ツイキャスで。やめなさい。そういうとこだけツイキャスで見るのやめなさいよ。そういうやつだと思われるだろう、俺は。ただ、あの、ただエロいやつだから。ただ性欲強いやつだよ、それ。金丸はどういう人がタイプなの？タイプ？タイプって別にないな、俺。ミナミン的には男はこうであってほしいみたいなのがあるの。こうであってほしいはないけど、例えばトイレの蓋ちゃんと下ろす人がいいみたいな。そういうのあんま気にしないかな、うん、意外と。だけど、うん、ちょっとあまりにも、もうなんだろう、え、なんだろう、でも何かな、ありがとうとか、うん、ああそういうことをちゃんと言えない人は無理。あ、なるほど。あ、それすごい重要だよね。それはね、なんかね、ちょっとね、神経疑うかな。あのよくさ聞くのが、うん、あのなんか
レストランとかそういうお店で店員に対する態度が横柄な人は嫌われるよね。ああ、なるほどね。あ、それはどうなの、南的に。そうね、あんまり嫌ね。なんかこう、上から物を言ってるような感じは好きじゃない。今日も動画を見てくれてありがとう。矢印からチャンネル登録できるからぜひチャンネル登録してってね。みなみんの声はね、落ち着きますね。この3人はやっぱ安定しますね。では次回もお楽しみに。それでは See you next time!